ーシー、米食って逆転勝ち。ハーシーは米食ってるから逆転勝ちでき、今季5度目の4連勝で67勝41敗4分の今季最多貯金26、優勝マジックを24とした。今季中日戦は13勝7敗とし、4年連続のカード勝ち越しを決めた。うちの勝ち星と負け星ひっくり返したらそのまま中日の成績になるんやな。早く終わったけど9時半か。今日は岩崎休めてよかったな。食料不足による敗戦、すまんな。中日やるしかなかったんや。京セラ全勝、やっぱ普通にやったら勝てたな。立浪さん選手に米食わせてやって、やまた勝ってしまった。大竹これで2桁リーチやな。あまり調子良くなさそうやったけど無援護多かったし、たまにはこういう勝ちもね。阪神に対して一番まともに戦える中日でこれなんだからもう止められんよ。今日に関しては阪神が強い。終わってみたら楽勝。新井さんも勝ったか。まあ首位におるんや、勝ち続けるのみやな。今回も序盤嫌な感じだったのに、終わってみれば5点差勝利か。大竹は6回投げきれないこと増えてるし、もうちょっとイニング食えるようになってほしいわ。広島が負けないならこっちも負けなければ良いじゃないの精神。